はい、こんにちは。札幌ライブ病院早町の後藤です。今日はパーマの、ちょっと特殊なかけ方をちょっと紹介したいと思います。で、ちょっとこちらなんですけど、まあ、特殊っていうわけでもないんですが、あの皆さんバックで大体かけると思うんですけど、バックでかける必要性というか、例えばこういうふうにロングの、ベースがかなり長いんですけれども、このロングの方がずっと後ろにこうやってる時、人って、まあ、バブルの頃は結構いたと思うんですけど、だいたい前に持ってくると思うんですね。なのでそのバックにしてる状態で、まあ、ずっと1日中バックにしてる方が多ければバックでいいと思うんですけど、基本的に前に持ってくるので、そうするとどうなるかというと、バックで設定したパーマの内輪と外輪の位置が多少前に持っていくことでずれるわけです。ということはどういうことになるかというと、パーマが細かくなりやすいんですね。で、束感が出づらくなる、あの自然乾燥の時に。ということで僕は前で巻きます。理由としてはモデルさんが前で生活する方が長いのと、あとバックでやりすぎると余計な必要ないところに必要なカールがあったりとか、変な重さが出てしまったりすることがあるので、必要なところに必要なカールがあればベストだと思いますので、それがやるために前でかけております。で、今回じゃあどういうブロッキングでかけてるのかっていうのは、まあ、ブロッキングとあんま意味がなくて、こうやってやっちゃえばもうすぐ簡単にできるんで、ムササビとお湯なんですけど、これでこうやっちゃえばもうムササビ汁ができます。で、このようなカップにでですね、これがムササビ汁なんですけど、今度はもう一回トリートメント、これはもうすごい高濃度な、はい、荷剤なんですけれども、まあ僕荷剤も結構つけちゃうんですけど、この後塩基性カラーちょっと塗布して、ちょっとカットしてって感じですね。ウェットの状態はこれくらいの、感じで、自然乾燥でも使えますし、持ち上げて乾かすと、コテの質感がこれから出てきます。